こんにちは、高橋です。今回はですね、私のなぜ投資家になりたくなったか、10代後半から20代のちょっと経歴をお話ししていきたいかなというふうに思います。私は今32歳で今年33歳になる年です。私もともと出身は石川県の七尾市というところで生まれ育ちました。18歳の時に、まあ、私は臨床検査技師っていう、まあ、今ちょっとコロナの、PCR 検査とかでも、活躍されてるような技師さんになりたくて、医療の専門学校行ったのがその関西に、まあ、出てきたきっかけになってるんですけど、3年間学校に通いまして、でその後に大阪、22歳の時ですかね、大阪に出てきたんですけれども、なぜその職業にならなかったかっていうところに関しては、まあ、3年制の学校なんですけども、まあ、その当時私はすごく純粋な女の子でして、ちょっとレベルは違いますけど、お医者さんが多分研修医で回られる、まあ、一通り回るみたいな感じと同じなんですけど、まあ、そこで自分に合うか合わないか、興味あるかないかとか、まあ、あるんですけど、まあ、その中でちょっと、まあ、病院のに対しての考え方がすごい、まあ、変わってしまって、私はなぜその技師さんになりたかったかっていうと、人体についてすごく興味が、まあ、今もあるんですけどあって、病院も商売ですから、まあ、やっぱりその、まあ、売り上げっていう言い方が合ってるのか分かんないですけども、そういう話がこう病院内に飛び交う現実を見てですね、すごく、まあ、その時はショックを受けて、まあ、そこから立ち直ることができなかったんですね。私はちょっとその道を挫折してしまったっていうところがあって、じゃあこれからどうしようかって言った時に、求人誌とか飲食店の正社員を募集してたんですね。まあ、飲食店って言ってもその居酒屋さんとかではなくて、その、まあ、バーに近い感じの、まあ、募集がありまして、でそこに、まあ、面接に行ったんですね。そしたら、いろんな大阪市内でもエリアがあるから、どこを希望ですかっていうふうに聞かれて、でその当時は新大阪の方に私住んでたので、じゃ梅田エリアが希望ですっていうのになって、いついつから働いてくださいっていう形になって、そこで第二の、まあ、人生じゃないですけど、まあ、新しい就職先が決まって、でいざ行ってみると、なんとそこはキャバクラやったんですね。キャバクラを経営してる会社さんでして、でただ私はそこに別に抵抗がなくて、あもちろんそのキャストとして働いてくださいとかそういうことではなくて、黒服さんですね、裏方としての募集に私は応募、まあ、してしまってて、でまあ働きました。でそこで、まあ、4年か5年ぐらい働いてたんですかね。でその時はもう本当に10年ぐらい前の話なんで、まあ、めちゃくちゃ体育会系で、まあ、そこでお酒も覚えて、まあ、いろんな夜の世界っていうところも覚えて、まあ、やってたんですけど、私もその25歳超えたぐらいから、まあ、女の幸せって何なんやろうっていうふうに思い出してきて、このままこの仕事を続けるのであれば、女としての幸せを捨てる覚悟じゃないと続かないなって。で多分女性の方はなんか、まあよく言われるのが、25歳ぐらい、6歳7歳ぐらいでこう一回人生で迷うみたいな、今後どうしていこうとか結婚についてとかで、そこで一旦私の出した決断は、会社を辞めたんですね。辞めて、まあ、実家に一旦帰ろうと石川県実家に帰ったんです。まあ、最初のうちは、まあ、例えば車の免許取りに行ったりとかしてて、じゃあ実際どうやってお金稼いでいこうってなった時に、今までできなかった経験をしてみたいなって思ったんですね。いろんな仕事をしてみたいっていう、その、まあ、好奇心みたいなのが湧いてきて、結構いろいろ仕事したんですよ。例えば葬儀場の契約社員とか、コンビニのアルバイトで、あとはパチンコ屋のホールスタッフ、そういうやつとか、この経験っていうのは、まあ、多分今後もなは絶対ないだろうし、このタイミングでしかできなかったすごいいい経験だなっていうのがあって、なんでその仕事をやってみようかなって思ったかっていうと、まず葬儀場に関しては、人が亡くなりましたっていうのを病院からそこの会社に電話があって、
まあ、それはもちろん24時間、ね、いつ誰が亡くなるかっていうのは分からないですから、基本私は夜勤やったんですけど、もらったら車2台で行くんですね。その亡くなった方を乗せる車と、あとはそういう、自宅に運んだ際にこうセッティングする機材を積んだ車とで行って亡くなった方を運んで、で、実際お葬式の段取りとかするのはそこの会社の正社員さんが次の日の朝にバトンタッチするみたいな感じなんですけども、っていうお仕事ですね、具体的には。でただ、やってみてお給料は良かったんですけど大変で、何が大変かっていうと、うちはすごい田舎のそのエリアやったんで、その例えば宗派とかがバラバラなんですね、各家庭によって。真言宗もいれば浄土真宗もいれば、まあ、あとキリスト教の方もいれば、まあ、無宗教の方もいたりとかっていうので、結構その宗教によってこう例えばお花の立て方とかろうそくの立て方とか何を飾るとかっていうのは全部違うんで、それをまあ勉強して日々作業をこなすっていうところが結構大変で、で、まあパチンコ屋のホールスタッフに関しては、まあアルバイトやったんですけども、福利厚生がむちゃくちゃ分厚くて、まあ、マルハンさんで働いてたんですけど、アルバイトなのに有給もある。多分ね、そんな福利厚生の会社って、まあ、多分ね、まあ、大企業さんでもなかなかないんかなっていうぐらい、結構すごいいいその福利厚生がついてて、私パチンコやったことなくて、そういう建物にも入ったことなかった。なのでとりあえずそのパチンコというものはどういうものなのかから説明受けて、こう自動で玉がこう加算されるとかありますけど、その当時はもう全部後ろに積む時代やったんで、めちゃくちゃ力仕事で、人間関係がすごい良くて、ただすごく正社員さんは転勤が多い職業みたいで、あとはまあ時給ですね、時給がすごい良かったっていうところもあって、でコンビニですね、コンビニに関しても、まあ、募集されてた期間時間帯にたまたま会ってコンビニに面接行こうかなっていうところがきっかけなんですけど、コンビニってバイトしたのは結構こう運命的な今後の私の人生ちょっと左右してくるんですけど、でそこは女性オーナーが経営するコンビニでして、でむちゃくちゃまあ田舎なんで常連客さんしか来ないんですけど、結構そこでコンビニの面白さに私ハマってしまいまして、何が面白いかっていうと、まあ、コンビニっていうのは例えばサンクスとかローソンとかファミリーマートやったら、この商品は絶対置かなければいけないっていうその商品があって、その他にオーナーさんとか、まあ、そういう発注する人がこの中から好きなものを選んでいいよっていう、こう2つに分かれるんですね、商品が。で基礎的なものは絶対に置かないといけないんで、それは頼むんですけど、そこからどういうふうに客単価を上げていくとか、このエリアがこうだからこういう商品を置けば需要が増えるっていうところは、その経営者さんのセンスになってくるんですね。私その、もっとそのコンビニめちゃくちゃ面白いって思ったきっかけがあって、春夏秋冬ですごく大きい、大阪で言えば大阪城ホールとかそれぐらい大きな、そういうところで例えば夏の商品とか秋のこの商品っていうのをこう一斉にでっかいコンビニみたいな感じで展示会じゃないけど、そういういろんな企業さんが集まって、例えばまあパンやったら山崎パンとか、そういうそのコンビニに商品を卸してる業者さんが一度に集まって、次回の商品こんなのが出ますよっていうところをアピールするみたいな、そういうのが定期的にあるんですね。そこにたまたま連れてってもらいまして、それでこの商品を出す戦略とか企業さんがこう込める思いとかっていうところがすごいこうプレゼンしてくれるんですけど、だからうちの商品取ってくださいとかっていう感じであるんですけど、同じほぼ同じような箱で半分以上は決まってる商品を置く、だけど売り上げが各店舗こんなに違う、それが私は面白いと思って、でコンビニをもっと勉強したいってなったんですね、その時に。ただ言っても田舎のコンビニで学べるものは限界がある。私はコンビニのフランチャイズをね独立してやってみたいっていう風な思いが結構強くなってって、また大阪に戻りたいっていうところがそこで芽生えてきたんですね。大阪で一番忙しいコンビニで働いてみようと。でそこでアルバイトとかでも入って心折れてるんやったら、この気持ちって本物じゃないなと。その忙しい店と忙しくない、まあ、田舎の店とやったら多分本当のコンビニの極意みたいのを学べないなと思ったんですね。なので都会に出てコンビニを一から学ぼうと思ったんですね。大阪に出てきたんですね、また。で、そこで探したのが
コンビニを経営してるのって、まあ、皆さんのイメージもあるかもしれないですけど、ご夫婦でやられてたりとか個人事業主でやられてる方が大半で、法人化して何店舗もお店を出してるところってすごい少なかったんですね。なので私はそのなんかそういう職業の斡旋する会社さんみたいなところに依頼して、まあ、一つ会社見つけてもらったんですね。そこはね、ローソンを 2,30 店舗展開してる会社さんやったんですね。でそこに面接行きまして、まあ、このコンビニの熱い思いを語りまして、で、まあ、見事合格したんですけども、でそっからじゃあ正社員で頑張りますってなって、コンビニってお客さんで行く時ってそこまで考えてる人少ないかもしれないんですけど、簡単な仕事とか誰でもできる仕事ってこう思われがちなんですけど、実際やってみるとめちゃくちゃ難しくて大変なんですね。で何が大変かって言ったら、こう日々時代はこう進化していくわけで、で新しい文明も開花していく中で、そこの一番最初にそのツールとかが取り入れられるのってコンビニなんですね。だから例えば今やったらペイペイとか電子マネー決済とかもそうですし、あとはその、ね、自分でレジ売ったりするのも今ちょっとずつ出てきてますけど、そういうのも含めてすごい覚えることがめちゃくちゃ多いんですね。例えば自分がコンサートよく行く人とかだったら、コンビニチケット発券したこととか、例えばあのコンビニの、まあ、ファミリーマートだったらファミポートとかでいろいろこう手続きしたことある人やったら、まあ、これはこういう風にやってたからこうやなっていうところは分かるんですけど、コンサート一回も行ったことなくてチケットもコンビニで発券したことない人からしたら、そこの知識に関してまた一から覚えないといけないっていうところがあって、興味まあるない関わらぬに全てを完璧に覚えないといけないっていうところがめちゃくちゃ結構最初は大変で、正社員とアルバイトは何が違うかって言ったら、正社員っていうのはその現場に出て作業をこなすっていうところがゴールじゃなくて、店長になりエリアマネージャーになりっていう、そこの階段を上っていくところが正社員さんなんですね。で私も酒のその取り扱いの免許じゃないけど、そういうの取りに行ったりとか、衛生取りに行ったりとか、であとは店長試験っていうのがあるんですけど、それはねめちゃくちゃ難しくて結構勉強したんですよ。でよかったら次は具体的な経営の部分を学んでいくんですけど、コンビニっていうのは、まあ、もちろん仕入れがあるので廃棄もあるんです。試しにこれを10個頼んでみたけど9個廃棄になったら、その会社の損害が即利益にこう影響してくる。自分の選んだものが品切れになったらめちゃ嬉しい。どうやって客単価が上がるかっていうところが一番結構やっぱ面白くて、店長になるとアルバイトさんをどう使うかとか、どうやってコミュニケーション取っていくかとか、まあ、そういうところもまたプラスでこう乗っかってくるんですけど、あるまあ大阪の店舗を任されてやってたんですけど、まあ、そこは結果的に辞めたんですね私は。でなぜ辞めたかというと、私はそこの平均の今まで過去の売り上げっていうのが、まあ例えば20万とします。そしたら私がじゃあこれを50万に上げるにはどうしたらいいかっていうところをずっと追求してやってたんですね。それを達成したんですね。達成したら、でそれがまあ一つ自信につながって、これを機にじゃあ独立しようって思ったんですね。実際じゃあ独立するって考えると、コンビニって24時間営業なんで責任者が2人いるっていうシステムなんですね。だから私がコンビニしたいってなって、例えば法人とか作る時でも、まあ、代表者1人でも作れるじゃないですか。だけどコンビニは1人じゃ作れないんですよ。もう1人立てないといけないってなった時にいなかったんですね私の場合で。そこで まず詰まったんですよ。そんな時になんか目標を達成した後ちょっと見失いかけてたんですよ。じゃあ独立するために今まで頑張ってきたのに、自分のこの条件じゃ独立できないっていうところがあって、こうなんか仕事もねあんまりうまくいかなくなってきてて、多分心がもう辞めるっていうか離れてたんでしょうねきっと。でそんな時にある人と出会って、それがまあ不動産やるきっかけになってるんですけど、でその時は例えばまあ賃貸とか売買とかそういう案件に関わるわけじゃなくて、経理の処理ですね、まあ、それをやっていく中でちょっとずつそのコンビニから心も離れてってて、だから今思うとそういうぐらいのレベルでしか思えてなかったんかなって思うんですけど、まあ、そっから不動産っていう世界にこう飛び込むんですけど、私その時でも27ぐらいですかね。次どうするってなったら、すごい面白い会社があるからちょっと面接だけ受けてみたらって言われたのが、不動産屋さんの中でも区分マンションの一室だけを扱う不動産屋さんで、しかも売るんじゃなくて買取屋さんなんですね。買い取ってそれを売るっていう感じの会社だったんですけど、
まあ、その時はんじゃあ行ってみようかなっていうぐらいの感じで、まあ、面接行って、そこは研修期間が2ヶ月あるんですね。ですごい厳しくて、2ヶ月で売上のノルマ達成しなかったらもうやめてくださいねっていう感じの会社なんですよ。売上上げれない人はもう人間以下の扱いなんですね。例えばご飯も食べさせてくれないわけじゃないですけど、もう食べるのが気まずいぐらいの空気とか、休憩時間も本当トイレ行くぐらいみたいな感じなんですけど、そこは具体的にパソコンにブワーってこう個人のこうリストがありました。あのその物件所有されてる方の、でそこにひたすら朝から晩まで電話するんでね、何百件ってかけて、それをひたすら毎日同じこと繰り返すんですね。でもちろん休みなんてないですから、こう怒鳴られたりとかもこう日常茶飯事で、え不動産ってこんな感じなんて思ったんですよ。で結構面接は来るんですね、いろんな。だけど研修中にいなくなる人とかザラで、同期で例えば10人入っても1ヶ月後残ってるのは1人か2人みたいな、めちゃくちゃ しんどかったんですよ。辞める勇気も逆になくて、売り上げは上がらなかったんですね私の場合。その会社とちょっとさよならすることになって、でその後にまあそこもご紹介してもらったんですけど、まあ、社長さんとまあお知り合いの方がいて、まあ、そこで不動産新しく作りたいから一緒にどうですかっていう会社さんやって、でそこで私も初めてこう案件っていうものに携わっていくんですけど、でそれがまあ一番最初はまあ賃貸ですよね。本当にもう案内ってどうやって行ったらいいのとか、そんなレベルから始まったんですよ。最初はねもうめちゃくちゃ苦労して失敗だらけで、不動産って一個も楽しくなかったんですよ。なんでやってるんやろみたいな、毎日それですよね。なんで私この仕事やってるんやろとか、公務員の時はそんな一個も思ったことなかったんですよ。不動産屋さんやってる他の人とか見ると、なんか車とか乗っててもあのマンションああやこうやとかすごいんですよ知識が。でなんかこうついついの車乗ってても不動こう立ってる物件に目が行くとか言うんですけど、私はもう見たくないですよ逆に。なんで休みの日まで不動産の話しなあかんねんっていうぐらい、結構なんか不動産どっちかって言ってめちゃくちゃ嫌いになってて、賃貸やる中で、まあ、管理もやっていくんですけど、それも退去立ち会い行って内装掃除とか手配して、でなんかどこ壊れたあそこ壊れた電話受けて行ってとか、何がおもろいねみたいな、何じゃこの世界みたいな、ずっと思ってたんですよ。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と